ご訪問ありがとうございます。今回のビデオは卵サラダサンドを作った時に卵の茹で方、殻の剥き方、あとはピーマンの切り方などについておしゃべりを交えながら動画を作ってみましたので、ひとときまたのんびりとご覧ください。そして最後の方には下関での素敵な写真をいただいたので、そちらを貼り付けております。下関は私の生まれ故郷、また華道家博信さんによる生け花の解説なども交え、綺麗なお花も貼り付けてあります。どうぞ最後までご覧ください。なぜわざわざ卵サラダサンドって言ったかというと、卵サンドっていうと卵を焼いたものを卵焼きですね、それを挟んだものも卵サンドって言うからなんだそうです。私は卵サラダサンド、もう卵サンドって言いますけど、自分の作る卵サンドの中にはお野菜としてきゅうりとピーマンを切ったものを挟んでいます。レタスでもいいんだけど、レタスはちょっと時間が経つとしなっとしてしまうので、いつもきゅうりとピーマンを入れます。このピーマンの切り方についてはおまけのように後で解説を入れています。ゆで卵は沸騰させ10分ほど茹でた後に、このようにマグカップの中で揺すってひびをつけます。そうすると殻がスルッとひびが入ったところから内膜を通ってつるんときれいにむけるんですよ。おでんなんかを作る時にもゆで卵の殻をたくさんむかなきゃいけない時があると思うんだけど、ゆで卵の殻がきれいにむける方法としては、この方法と別にまずはぐらぐら沸騰させたお湯の中に常温に戻した卵をそーっと入れるっていうやり方があります。茹でた後に冷水にとるなど、いろんな方法が紹介されていると思うんだけど、私がおすすめしたいのはこの2つの方法です。1つはコップの中でカシャカシャとひびを作る、もう1つは最初からグラグラ沸騰したお湯の中にそーっと卵を落とし入れる、この2つがきれいに殻がむけると思います。そしてむき終わった卵を卵サンドにするときに使う方法、フォークの背を使ってこのようにむぎゅっむぎゅっと潰していきます。ちょっと時間はかかるんだけど、本当にきれいに潰れるのでぜひやってみてください。包丁もまな板も汚れないです。ボウルの中で完結します。この後卵に味付けをしていきます。まあ一番大事なのはマヨネーズ、マヨネーズをまず入れてそのままフォークで混ぜていきます。この時ちょっとお塩とかお砂糖を加えたりレモン汁を入れる時もあるんですが、今回はマヨネーズだけ、後から調味料を加えてみます。パンにまず塗っていくのはマスタード、こちら英語で紹介してますが和からし、ジャパニーズマスタード、からし、それとまあお家であんまりソーセージにしか使わない粒マスタードを今回2種類使ってパンにまずは塗っていきます。その後に1センチずつぐらいマヨネーズも使って塗っていきます。先ほど切っておいたきゅうり、きゅうりはパンの大きさに揃えて縦にカットしています。ピーマンはさっきの切り方で切ってお好みの幅で千切りにしています。すごく細く切ってもいいんだよ。そして調味料は黒胡椒と、一瞬ですが早送りでハーブソルトを少し振りかけました。ここパンの耳の形を合わせるのにちょっと迷っちゃったんだけど、しっかりと合わせて真ん中から2つにカットします。で出来上がり。ランチにはペペロンチーノも作って一緒に美味しくいただきました。普通ピーマン切るときってどう切る？で
種がね、基本的な綿のところに入れば戻るかな。まあもうね慣れてるからあんま切るのに、それをこうやったら早いよっていう話。もっとアップ、以上です。でこのヘタ落としちゃったらここもちゃんと切るよね。でもさっきの切り方だとこの丸いとこは残ったままですよっていうことです。動画編集を始めた時にこのピーマンの切り方をなぜか動画にしたかったので今日初めてお伝えしてみました。さて画面は下関の写真。下関は私の生まれ故郷です。まるで映画のワンシーンのような素晴らしい写真たち、雨の日の下関を撮影したものです。次は生け花の解説。これは本来イレギュラーこういう描き方はなし。なしな。だって上の方が重たいやん。うんうん。バランスが。うん。でかい花を上持っていくと、うん、やっぱり逆ない。そうよね。うん。え、でもこれいい。なんか。そんなにバランス崩ってない。うん。でも生きてますよね、この上に白があるっていう。下の方を右に出さんやったら上が重たーく感じる。うん。下の方をちょろちょろってしとったら、うん、この右の寄せてるこれがね、うん、大切ってこと。こっちでバランスとって、うん、右に流しとって。今回の動画は卵サラダサンドの作り方と下関の写真、そして生け花の様子をお伝えしました。私のお出かけ Vlog ではひととき楽しんでもらえるビデオ作りを心がけています。よかったらチャンネル登録高評価ボタンをどうぞよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。みほでした。